こんにちは。このチャンネルは有機米粉や有機素材を使ってちょっぴりヘルシーな毎日の優しいおやつやパンをお届けしています。今回は米粉、無農薬米粉で作るボンボローニになっています。ふっくらもっちり美味しいドーナツになってますので、よかったら最後までお付き合いください。材料は詳細欄にも載ってますので、よかったらご覧になってみてください。まずクリームを作っています。平飼い有精卵卵黄に有機砂糖 40g を加えました。ダマになる前にすぐ泡立て器で混ぜていきます。今回は卵を使っているんですけど、セカ用の有機米粉を入れていきます。今度卵を使わないバージョンのビーガンタイプのボンボローニもレシピをシェアできたらと思っていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。でそこに有機バニラエクストラクト 3g も入れていきます。合わせていきます。有機無調整豆乳 200ml を加えていきます。最初ちょっと少し入れてもらって、先ほどの卵黄の生地と馴染んでから全部入れるとしっかりと混ざりやすいのかなと思います。自然一つまみ入れておきます。なくても大丈夫です。ただなんとなくこう甘いものにはちょっとミネラルをっていう感じで入れています。で浅く製法の菜種油を最後に入れるので、こんな感じでちょっと脇に計量しておくと便利かなと思います。こんな感じの結構しっかりとした中火にかけていきます。絶えず泡立て器をぐるぐると混ぜながらクリームを作っていきます。すぐこんな感じでしっとりとしたとろっと粘度のあるとろみのあるクリームになっていくので、しっかりと混ぜ合わせてカスタードクリームの方、豆乳のカスタードクリームの方を作っていきます。こんな感じでクリームが出来上がったら火をしっかり止めまして、そこに浅く製法の菜種オイル 7g を入れていきます。米油とか太白ごま油とかでも大丈夫です。浅く製法の石油系溶剤などを使っていないものが個人的にはちょっとおすすめだったりします。で滑らかになるためにこしていくんですけど、この工程はなくても大丈夫です。結構粘度のあるクリームになっているので、ちょっとしっかりとこういったものでサポートしながらこしていってください。ですぐ急冷するためにラップを敷いてもらって、保冷剤で当ててしっかり冷やしていきます。こんな感じです。今回はちょっとリッチバージョンなボンボローニっていう感じで純正クリームを入れたんですけど、なくても大丈夫です。氷水だったり、私は今回当ててるんですけど、当てないで 45-6% のマナーやっちゃうんですけど、泡立て器でシャカシャカとしっかりとキューブ立てぐらいにしっかり硬いクリームを仕上げていきます。この生クリームはなくてもいいのかなと思います。ただこの私カスタードと生クリームのこの掛け合わせ結構好きなのでやってしまいました。なのでちょっとクリームが余るんですけど、パンとかにつけても美味しいので、よかったらやってみてください。しっかり冷やしておいたカスタードクリームをほどいていきます。ゴムベラでちょっとほぐしていくんですけど、ほぐしすぎてしまうとちょっととろとろな感じになってしまうので、そうですね、ちょっとほぐしすぎない感じで様子を見ながら混ぜていってください。で先ほど作ったクリームを加えて混ぜ合わせていきます。で絞り袋の方に口金をセットしてもらって、クリームを入れてセッティングしておきます。冷蔵庫で冷やしておきます。私はこんな感じでセッティングして絞り袋にクリームを入れていきます。中はなんかマリトッツォの次に来るのがこのボンボローニらしくて、ちょっと作ってみたんですけど、中はカスタードじゃなくて生クリームでもお好みな感じでいいのかなと思います。今度は生地を作っていきます。まず米ゲルなんですけど、パン用 の無農薬米粉に熱湯を加えてしっかりとしたゲルを作っていきます。パンがこうふっくらする感じの、米粉がふっくらする感じだったり、増粘剤の役割になるらしくて、最近注目のものらしいです。もう注目されてるみたいです。なのでそういう製品も売って、そういう製品も販売されているみたいです。パンに向く、すいません、なんかグタグタですいません、パンに向く有機、すいません、無農薬米粉を計量していきます。でそこに有機片栗粉も入れていきます。コーンスターチなどでも代用大丈夫です。
で有機砂糖 15g を加えます。ちょっと甘めの生地にしてみました。自然 1.5g 加えます。で今回は有機ドライイーストで作っていくので、水で溶かずにやっていくんですけど、白神小玉さんとかお使いの方は最初に5分前くらいに水で溶いて、ぬるま湯ですいません、溶いて酵母液を作っておいてください。酵母液は分量からお水を、ぬるま湯を取っていただければ大丈夫です。様子を見ながらお水を加えていきます。私は今回 165g 使いました。ゴムベラでぐるぐると混ぜて全体をなじませていきます。こんな感じでさらっとしっかり混ざってきたなと思ったら、今度はハンドミキサーの一番低速、一番低いところで1分ほどまず混ぜていきます。サラサラはしてるんですけど、ハンドミキサーのかけ始めよりもちょっと力のある感じになっていくんですね。そこで米ゲルと浅草製法の菜種オイル 10g を加えて、また同じくハンドミキサーの一番低速で2分ほど今度は混ぜていきます。ハンドミキサーはちょっとパワーがあるものを使っていただくと結構故障しやすくなってしまうらしいので、パワーがあるものがおすすめなのかなと思います。こんな感じの生地の状態になったら、次は有機サイリウム 6g を入れていきます。全体にこう振りかけるような感じで入れてもらったら、ゴムベラでしっかりと混ぜ合わせていきます。ぐるぐるぐると混ぜていくと水分を吸ってくれるので、こんな感じで全体に広げて空気を含ませたり丸めたりっていう感じで繰り返しながらまとめていきます。でなんとなくまとめてもらったら、まだちょっとこうペタついて扱いにくいので、私はここで常温で10分から15分ぐらいお休みして、その間に洗い物とかをいつもしています。これが 10分15分経ったところです。一旦こうちょっとひと混ぜ、ヘラでカードで混ぜていって生地を使い始めます。どうしても手についてしまうので、ちょっと打ち粉をしていきます。米粉を使っている米粉をふるっていきます。そこに生地を乗せてもらって、ちょっとふるってもらってカットしていきます。今回このボンボローニは6等分して生地使いました。で使わない生地はちょっと丸めてもらって、ラップとかで乾燥を防ぐような感じにしてもらいます。こんな感じのちょっとなんていうんですかね、丸めてもらって軽く手でポンポンって押し当てて、こんな感じの形に、平べったい丸っぽい感じにして仕上げてもらえれば大丈夫です。あっという間に成形はできてしまうと思います。ペタつくときは打ち粉をちょっとしてもらって、ポンポンポンと丸めて優しくこうちょっと押してもらえれば、こんな感じの形にすぐなってしまいます。で今回はこのまま揚げたりするので、お水はしないでしっかり密封をして発酵させていきます。35から40度で15分から発酵で、私は40度で20分発酵して、こんな感じでぷっくらちょっと膨らみました。で早速揚げていきます。このままクッキングシートごと揚げてしまいます。170度で揚げるんですけど、すいません、温度が、揚げ物慣れてなくて温度が低いところスタートしているんですが、もっとパチパチっといい感じになって揚がっていくと思います。両面きつね色になるような感じで菜箸でくるくるっとひっくり返してあげながら揚げて仕上げていきます。こんな感じでなりました。こんな感じの色になればいいのかなと思います。しっかり油を切ってもらって取り出していきます。で揚げてない時はこんな感じでラップをしてもらうと乾燥しなくていいのかなと思います。揚げ終わったらちょっと熱いのだけ気をつけてもらって、すぐに温かいうちにグラニュータイプの有機砂糖をまぶしています。そして菜箸とかお箸などで、先ほどの生地のところにちょっと端っこのところにグリグリと大きめの穴を開けてもらって、先ほど作っていただいたクリームを絞っていきます。ちょっとクリームの方が分量的に少し多くなっているのが申し訳ないんですけど、パンとかにつけても美味しいので、よかったらそんな感じでスポンジケーキとかでも美味しいかなと思います。こんな感じで出来上がりました。ちょっと割ってみます。
熱々な感じなんですけど、中にとろーりクリームが入っていてとっても美味しかったです。今回もご覧くださいましてありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。美味しいパンタイムになりますように。ありがとう。